はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。今回はね、もうそろそろ平田のシーズンインなんで、まあ皆さんもでかいの撮ってますけどね、私もでかいのに限定してね、探していきたいと思います。まあやっぱりもうこの時期になってくるとね、大きな平田はやっぱりウロの中に隠れる場合が多いので、まあそれ相応のね、平田が入るような樹木3本に絞ってね、そこを見ていきたいと思います。まあ3本のうち1個でもね、60オーバーがあればいいんですけれども、どうなることでしょうか。まあ夕方ほとんどドライブですけれどもね、3箇所行ってみたいなと思います。これはここはですね、ここにはね1個入ってるんですよね。ライトつけるとね、中に入っていきそうな感じがしますけど、まあこいつからね取り出してみたいと思います。ちびひらたでしたね。3センチぐらいのちびひらたです。これはね、毎年それほど樹液は出てないんですけども、これぐらいの時期になるとね、根元の方がね複雑になっているので、根元のね間に休んでる場合があります。それを期待して見てみたいと思います。ここはですね、僕は発見しました。あれ1個、あれちょっと挟まってしまってる感じですけど、あれ奥へ入っていくんかな。なんか平田っぽいのがいます。これ写すの難しいかな。全然動く感じはないですね。これは平田ちゃいますか。どうやって取り出すんやろ。これからね暑くなってくると、樹液が出てなくてもね、こんな感じで二股のところでね休んでる場合が多いです。これ何クワガタやろ。あ、ノコギリクワガタのメスですね。平田がいてる可能性のある樹木に来ました。まあ早速ねノコギリいます。結構かっこええなあれ。まあ60は超えてると思いますけども、本日はね
平田狙いなのでそっとしておきましょう。ここの穴にも顔を覗いてるような気がするんだけど、何かクワガタいますよね。これもちっちゃいのでそのままで。ここはここにもいますけどね、これも5センチぐらい、5センチもないかな。ちょっと距離が離れてるんでコクワか平田か分かりません。ここはどうやろう、ここにはいてないかな。ここに生えてたら取りやすいんですけどね。樹液が出てますけど、クワガタはいそうにないですね。なんかいてるか。いますね。これは取りやすいから取ってみようか。奥がなければ楽勝なんですけど、ちょっとやばい、置いとこう。はい、やりましたね。かなり苦労したんですけども、平田クワガタゲットです。これそこそこの大きさあるかな。一応あの上にもね、ウロがあるので、ここを上がっていきたいと思います。ここはいますけど、平田のちっちゃいやつですね。先ほどのノコギリさん、開いてた。これでかいで、これこれでかいっすね。これでかいで、あの奥に穴がなければいいんですけど、でかっ。どうしようこれ。
とカメラまた置いといて、ちょっと待ってよ。平田ゲットです。これでかいで、これはでかいよ。後で測ってみたいと思います。はい、3箇所目なんですけどね、またまた平田見つけました。オオスズメバチも飛んでるけど、ノコギリも負けていてるけど、平田が顔出してます。これサイズ的にどうかな。お、出てきた出てきた。オオスズメバチとノコギリが対決しています。平田も出てきました。これもう取るん厳しいな。はい、今回はねデカヒラタのウロ狙いで行きましたけれども、 4個ぐらいね見つけたんですけども、出せたのはね2匹だけでした。まあ小さいのは結構いてたんですけどね、まあサイズの方が一番大きい方で62、もうちょっと大きいと思ったんですけどね。ワゴがね、隣の60、これ60ぐらいなんですけど、に比べてね、短いんですよね。横幅がでかいんでね、めっちゃかっこいいんですけども、全長がちょっと短いですね。はい、こんな感じでね、またクワガタ採集頑張ります。クワガタ好きな方ね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。